自分の写真をこうやって飾ってるなんて痛々しいな。せめて肖像画にしたまえ。ラクーンシティー観光ツアープリース。さあ続きやってまいりましょうか。皆さんともですね、観光ツアー続き、やっていきたいというふうに思います。本日も滝さんのベラ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 、高火力ですね、高火力高加速のですね、お話に付き合っていただけたら幸いでございます。まあさっきからですね、言ってうるさいなと思われるかもしれないんですけれども、まあまあ出てしまっている声は仕方がないということでございます。はい、で今回からですね、特別ゲストをお招きしようと思っているんですけれども、まあ今からその、ね、特別ゲストにお会いしようかなというふうに思っているんですが、まずはちょっと向かうべきところがありますんで、一旦こちらの方に向かっていきたいと思います。まあ残念ながらですね、彼はちょっとお花がぺちゃんこになってね、どこかに潰れちゃった、いなくなっちゃったよということですね。でしょ、待って、お前すげえ立ち上がった。すごいっすね彼。立ち上がるんだ、知らなかった。でちょっと帰り道出てこられたら困るから、とりあえず防いとこう。まあ今更防いだところで何の意味もないっていうことなんでしょうけど、はい、まあなんかちょっとやっぱ気持ち悪いからね、ちょっと、塞いでおきたかったってことですね。はい、ちなみにあそこのね、あそこに立っているゾンビですね、一発撃っても死ななかったということでございますんで、まあ多分おそらくですね、今まで出てきたですね、暴徒化した市民の中で一番耐久値があるんじゃなかろうかというところでですね、今観光ツアーを始めたてのですね、私に関してもですね、非常にびっくりしておるというところでございます。はい、でレッツミゴーということでございます。レミゴーレミゴーということですね。でこちら、あ、ようやくこれここに出てくるんですね、知らなかったですね。はい、でバリーンと出てくるということでございます。の方に逃げておくと、彼らの、ペロリーナ先輩に関してはですね、残念ながらですね、ただこれね、一個面白いんですよね。はい、待合室でなぜか押収したものを片付けているというところでございますね。はい、なので、つまりですね、皆さん一般的な市民に関しては待合室の方に行っていただくと、まあこの品物をですね、左に6、右に2、左に11を回していただいたら誰でも取れちゃうよということなんでございますね。でしかも今誰も職員がいないということでございますんで、今が取り放題ということでございます。もう私今回アイテムに関してはですね、ただただアイテム欄を逼迫するというところで特に必要ないかなと思ってますんで、いらないというところでございます。ちなみにですね、こちら一体何かというとですね、もう机が全部ね、こいつによってですね、ペロリーナ先輩によってのバラバラになっちゃったんで、もう皆さんにお見せすることができないんですけれども、こちらですね、なんだっけ、はい、待合室じゃない、取り締まり室になってるんです。でこちらがね、マジックミラーになっているんで、こっちの方見るとね、すかして見えない、全然マジックミラーなってへんやないかいということなんですけど、本来はですね、こちらですね、白状したかどうかっていうので全部ね、こちらの議事録を残したりとかですね、まあ、犯人の機微の動きなんかっていうのを心臓で、ね、バックン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 ドックンドックンさせながらですね、見ているということで、まあ、時折ですね、まあ、緊迫している状況の中でね、いろいろやるの大変だからということでですね、はい、こちらの観葉植物なんかっていうのも置いたりとかしているというところでございます。はい、でですね、こちらの方進んでいくと、ゼロリーナ先輩がなんか落ちて、バンザーイってダイナミック入店お疲れ様でしたーっていう格好をしてるんですよ。なぜでしょう、俺なぜ彼がこんな状態になってるのかってちょっとわからないですね。で、こちらにつけるのはおかしいですね。こちらにつけてこの格好で見てたらですね、完全にですね、こちらに備え付けられてるって電話を見ることになるんで、もうおそらく こちらかその反対側のこちらで、ここから斜めで全体を見るような格好で顔しカメラをつけるべきではなかろうかということですね。まあ、そんなツッコミが拭えないというところではございますが、まあ一旦こちらの方に駆け抜けていきましょう。はい。で、ここでバーって出てくるかと思いきや、わーって出てこないので、ってことですね。はい。で、ちなみにもう一回、彼はいる？いない？あっちに焦げてるのは私が第1回か第2回のところであるべき目を焦がした彼でございますので、まあちょっと残念ながらいなくなっているということでございますので、もしかしたら3発以上耐えられる最強の最強のボーッとかした市民なのかもしれないというところでございますね。はい。で、この同じ絵をですね、やっぱり何回も何回も飾るっていうところは、ちょっとね、やっぱり、お招きする方々に対してですね、ちょっと不親切ではなかろうかという気がしならないというところでございますので、私としてですね、早々にそちらの絵をね、変えていただくようにちょっとですね、この管理をされている方々にちょっと投げかけてみたいかなというところでございますね。はい。で、こちらにですね、ちょっといろいろとね、倉庫代わりですね、仕込んであるというところがございますので、まあ、こちらの仕込んであるところに、シンプルに間違えてきちゃって。はい。で、こちらにですね、いろいろとね、中にね、いる方々がね、たくさんここで待っているということでございますので、こちらの、ことごとに関しては、超空飛んでる。びっくりした。え？空飛んでんじゃん、こいつ。すげえ。素でびっくりしたわ、今。ああ、怖かった。
はい、あのツアーガイドをやっていてもですね、あのこういったあの時折ですね、あの訪れるあのびっくりポイントっていうのがあってですね、あの私も耐えられないことがありますので、そこに関しては皆さんのご了承いただけたら本当に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 嬉しいというところでございます。はい、すいませんでした。本当にすいませんでした。びっくりしたわー、もうまあ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 、ああいうドッキリポイントっていうのはね、本当にもうあったらと思います。で、ここにですね、あのかつて皆さんがな、あのスーパートマイですね、あの目玉親父鬼太郎がね、あの合体したあの男の子が出てきたか、男の子もおっさんですね、おっさんが出てきたかと思うんですけど、あのその直前にですね、あの向かったあの皆さんをお招きするためにこういったいろんな準備があるんですよ、あの地下にお招きしたことがあるんですけど、その逆バージョンですね、こちら3階になるんですけども、こちらの3階にもですね、あの皆さんをお招きするためにですね、あのたくさんのツールっていうのが置いてあったりします。はい、あの交換する、あの絵を交換するためとかですね、あのこちらの置いてあるフィギュアなんかっていうのもやっぱりね、あのほこりなんか被ってきたらね、皆さんにね、あのするなんてことの も本当に忍びなくて申し訳ないが、忍びないね、構わんよ、うんという状態になってしまいますんで、まあ、その忍びないものをお見せするわけにもいかないというところございますんで、まず、あ、交換用のあのアイテムなんかが置いてあったりとかするということでございますね。はい、でこちら組み合わせんですけど、なぜか組み合わせさせてくれなかったということで、ね、一旦預けておきましょう。はい、こちらも、でこちらをピキッと開けておくと、何か中から出てくるお兄ちゃんになれるよということでございますね。はい、ゴリラになるためにはこちらのバッジが必要ということでございますんで、まあ皆さんですね、必要な方に関してはあのこちらのゴリラバッジあの手に入れていただけたらなというふうに思います。ゴリラになりたい方はあちらのバッジ、お安く売っておきます。わずかですね800ペソでございますんで、あの非常に安くなっております。ただあの円ドル、ウォン、元等々で一切ですね、あのお受け取りすることができませんので、お欲しい方、あのご購入を希望される方に関しては円をペソに還元していただいてからご購入いただくようにお願いいたします。はい、ではこちらですね、天井でですね、あの先ほど、まあ、B 先ほどって言っちゃったけど、もうスーパートマイになりますね。はい、スーパートマイになるんですけれども、あの B チームの皆さんですね、 B チームの皆さんが降り立ったヘリコプターですね、はい、あの外の方でですね、あの俺たちなんか落ちちゃったんだよって、ね、ボート化しているところがあったんですけども、まあ、彼らに関してはですね、なぜかあれ降りこんなにあれか、爆発した勢いでこっちに突っ込んできたって、そういうオチになるっていうことなんですかね。はい、なんかここまで来てたなというような、あのいつの間にかヘリの操縦士もいなくなってますんでね、ヘリの操縦士がもしかしたらあの暴徒化した市民の一部になって混ざってね、あのどこと出てるかもしれないですね。はい、でこちらのですね、あの下を見ていくとですね、下の方に、はい、何かがいるということでございますね。で何かがいるんだけど、こっちには、あー、女性、かつてはきっと女性だった方がいらっしゃいますね。こっちの向かってきてるんですけど、まあちょっと報酬が臭いので、もう先に吹っ飛ばしておきましょう。はい、報酬はやっぱりあの、ね、非常に気になるポイントでございますからね。私も30歳を超えてきたところでね、報酬対象というところが非常に気になっているのでね、毎日はおくちくちくちもんだミントですね、あの香水を振りまいてからね、あの行こうというふうにあの仕事をする上で心がけているという、あの一応ね、あのペテン紳士でございます。そんなことをどうでもいいんですけれども、まあ、こんなですね、あの警察署が横にある中でですね、一般の家庭、ご家庭っぽいですね、あのこんなあの団地なのかマンションなのかよ、まあ、おそらくきっと団地だったっていうところですね、が あるっていうところですね、ちょっとね、あの中身が見えてしまったらね、あの警察官のプライバシーも減ったくれもないというか、まあ、警察官のプライバシーというよりは、あの仕事においてですね、そんなことをしていいのかどうかっていう、そういう最大の問題があのひしめき合っているところではなかろうかというところなんですけどね、まあ、あのここら辺のセキュリティがガバガバだったから、こんな市民した、あの暴徒化した市民の方々からですね、あのこんなね、あの俺屈伸運動じゃない、あのなんだっけ、タイザゼンクスなった時の、あのなんかまあなんかあの小学生とか中学生の時の、あの体力テストの時にあるじゃないですか、なんか60センチ以上いったら10点満点ですみたいな、そういうやつで、あの俺ね80センチまで行くんだよ、もはやあの背骨がボキボキに折れまくっているっていう状態じゃなかなこうかっていうところでございますが、はい、まあ、そんなこともですね、あれ癖を変えてあげましょう。ちょっとこのままだとかでね、はい、あ、よりなんか曲がっちゃいますね、あの80センチから90センチ曲がったような状態になってしまってますね。そんなことも気にせずですね、で彼女に関してはもうただね、あの顔がえぐれて、お目目なくて、さらに、よりひどくなったね。うん。よりひどくなってしまう。まあ、そんなことも気にしつつですね、はい、ということで、あ、まあ仕方がありませんね、まあ、これからあの無事に観光ツアーを皆さんにお届けしていくっていうなった時にですね、まあ、残念ながらこちらの炎のせいでですね、あの火事になってしまっては元も子もないというところでございますので、一旦消火活動を行っておきましょう。はい、で消火活動を行っておくことによって、皆さんに、まあ、無事に安心安全をお届けするための観光ツアー、やっぱりヘルメットじゃないよ、ヘルメットはあれだ、ペンペンコツ息子ドラサンス、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、はい、ヘルメットということで、よいしょ、雨が降りしきるからこれを組み合わせておきましょう。で、ペーゲン、はーい、現れましたね。帽子がすでに吹っ飛んでいるんで、ボルメ男たちはロングコートダディということでございます。これが今回スペシャルなー
ゲストでございます、はい、でスペシャルなゲストをお招きしたところで大変恐縮なんでございますけれども、今回彼にですね、あの全くもってあの私は用がないということでございますので、一旦無視して、行きたいというふうに思います。この曲がり方にですね、もしかしたらボートとかしあの死体たちがたくさんいる、そんなことはなかったということでございますね。まあ一旦じゃ あ, あのこちらの方にですね、あの戻ってまいりましょう。で、こちらの方を見ていくとですね、先ほどまでですね、あの腹痛でね、あの苦しいよ苦しいよ助けてよーって言ってね、立ち上がっていた彼がですね、あのついにですね、あの直立不動でですね、あの動かなくなっているという状態でございます。はい、あのもしかしたらですね、あの元気にあのお亡くなりになっているかもしれないということでございます。で、今一つですね、私ですね、あのちょっとアイテム欄を見て、あのこの次何をするべきだったんだっけなっていうことで、ね、ちょっと分からなくなっている状態になっていますんで、ちょっと一旦あのこちらをシュッとやっておくことによって、本当に何するんだ、あ、わかりました、ハートの鍵を使ってですね、中にあの入り込んでいかなきゃいけないというところでございますね。ところがあのロングコートダディがそろそろこちらの方に向かってこようとしているかもしれないというところでございますので、ちょっとロングコートダディが来るまでですね、あのこちらの方で待機をしてですね、あの、まあ、彼があのやっぱりスペシャルゲストということでございますので、まあ、スペシャルゲストですね、あの置き去りにしてあのこの観光ツアーを続けるというので、やはりあのこちらとかにあの認められないということでございます。で、まあ、ロングコートダディがいつか来るかなということを信じながらですね、こうやってバコンと発射しておきましょう。はい、で、発射バコンとしたことによってですね、あのもしかしたらあの扉の向こう側でですね、あのやってるかもしれないです。で、彼に関してはあのちょっと起き上がらせてあげたいなということはあの思うんでございますが、やっぱりあの腹痛でですね、87連勤目始まっているということがですね、まあ、休み仕事をしていただくことによってですね、やっぱりあの健康をね、あの大切にしていただくということが、まあ、何よりも仕事をする、まあ、そして人生を生きていくことにおいて大切なことでございますんで、あ、ロンコートダディ来ましたね。ロンコートダディが来たというところでございますんで、まあ、一旦ちょっとあの彼はですね、あのもういうのちょっとやっぱりね、あの一日も仕事をしてもらうということは非常に困るというところでございますんで、まあちょっとね、彼起きないでございますね。あ、起きないということでございますんで、じゃあ一旦こちらの方に向かっていきましょう。はい、こちらの中にですね、入っていくとですね、まあいろいろとね、ちょっとかつてさっきいなかったはずのペロリーナ回線がぐーって現れているということでございますね。ペロリーナ回線が現れてね、あのいろいろ私にちょっかいをかけてこられたら非常に面倒くさいということでございますんで、あれ、ペロリーナ回線、ペロリーナパイセンすでに焦げ散らかしているってことですね。まあ、ペロリーナパイセンはいろいろ焦げ散らかしているってことでございます。その間ね、私はカチャンとこちらを鍵を開けております。で、この中に入っていきましょう。はい。で、こちら、ちょ、捨てる。で、ですね、まあ、非常にめんどくさいことにですね、あの、ペロリーナパイセンがね、あそこで焦げ散らかしてくれてるってことは、まあ、非常にありがたいことではあるんですけど、これ以上持つことができないということでね。で、こちらにですね、まあ、いろいろね、あの、射影機のね、アイテム等々が教えるんですけど、まあ、かつてですね、警察署のですね、先ほど出てきたですね、自画像じゃないや、自分の写真をね、置いてるね、自分大好きペロペロ人間ですね、出産所長ですね、もう言えねえんだよ、本当に。出産所長がですね、はい、いるんですけれども、まあ、その出産所長がですね、はい、まあ、かつてね、警察署の中でですね、起こったな、えちえちなことに対してですね、もう盗撮をね、いろんな監視カメラを通じてやっていたということがございますんで、まあ、そのえちえちなね、記録っていうのが、まあ、中にたくさん仕込まれていますよというところでございますね。はい。まあ、そんなことをね、私はですね、断固として認めることはできませんので、後で あちらに関しては爆走しておきましょう。すべてもちろん中身はちゃんと問題がないものかどうかっていうことを私の方でチェックをさせていただいた上で処分をしたいというふうに思っております。決して私はですね、不埒な思いを持ってですね、そういうことをやろうとしているわけではなくてですね、あくまで悪事を暴くということを大の目的としてですね、私、そういうことを考えているという次第でございます。あれ、アイテム拾う、ああ、そこそこそこ、じゃあこれもいらないので、一旦預けておきましょう。はい。で、ちなみになんですけれども、こちらグリーンハーブがありますんで、グリーン、走って行け、左を寄って歩いちゃおうということでございますね。はい。で、こちら出たところでですね、もしかしたら、ちょっと、ロングコートダディが出てきているかもしれないということなんですけど、ロングコートダディ、果たして出てくるんですかね。ロングコートダディは、出てきているとしても、今ので爆死していただいたということでございますんで、まあ、こちらの方向かっていきましょう。はい。で、まあ、こちらの警察署の方に関してはですね、もういろいろとですね、皆さんに関してですね、観光ツアーをお届けしてまいったというところでございますんで、一旦はですね、こちらの方スルーをさせていただけたらなというふうに思っております。まあ、ちょっとね、いろいろね、ペロリーナ先輩が出てきたりとか、なんだり、ラジバンダリーなんかしてるんですけれど、まあ、こちらの方ね、中に入っていきましょう。で、先ほどのですね、拾ったね、ゴリラになれるバッジなんですけども、こちらの方にビーンと刺していただくとですね、はい、ちょっと秘密のアイテムが手に入るということですね。まあ、模試をボックスどこでもドア、
あとは何だろうな、まあ、タイムマシンですね、まあ、私が欲しいなと思うなんて、買い物アイテム3つなんですけれども、そんなことをどうでもいいと思って、はい。で、こちらを手に入れることによって、まあ、クリスの手紙を見ることができますよ、ということでございます。はい。で、オンボルキス賞、ムクシクデーってくるよね。俺は美女とデート、バリー、こっちにムクシク出てくるんじゃねえよーって、8月29日って1ヶ月も前の話なんですね。で、1ヶ月のバケーションに来ているっていうことでございますんで、あれ1ヶ月も経って、今、今日9月の末なのに、なんで彼帰ってきてないのっていうことなんでね、いろいろ疑問に思っていることが、残念ながら妹クレアに関しては、察しているということでございます。私も同じ気持ちでございます。はい。1ヶ月のバケーションに行っているっていうところですね。はい。俺なんで1ヶ月のバケーションでもう終わってるはずなのに帰ってきて、観光ツアーやってくれないんだよっていう気持ちでいっぱいなんですけれどね。まあ、彼に関してはもうサボり癖があるということでございますんで、もうヨーロッパ支部の方にはね、もうあれですね、左遷で飛ばしちゃってですね、はい、もう二度とこちらのアメリカに帰ってこれないような、ヨーロッパに行って、次は中国に行ってっていうことですね、もういろんなところに飛ばしまくってやってしまおうかなというふうに思っております。こちらの方向かっていくのはいいんですけれども、ちょっとですね、ロングコートダディがですね、この中をですね、暴れ回っているということが、考えられますんで、その暴れ回っていたとしたらですね、非常に困るということでございますんで、まあ、間違えた。こっちですね。はい、失礼しました。こう。で、こうかな。あー、違いましたね。こうで、こちら。で、こっち。ん?違う。ん?こっち。お、いけましたね。はい。まあ、こういうね、運要素っていうのも非常に大事になってくるというところでございますんで、はい。そんなことも、やりながらですね、はい。こちらパコッと開けると、はい。小さなキーアイテムが手に入ったということでございます。で、こちらの方まっすぐ行くとですね、実はロングコートダディがいたりなんだり、ラジバンダリしなーいんかーい、しないんかーい。なんかいてね、立ってね、あ、待ち冒険ですか。力仕事なら任せてくださいよ。女の子にそんなことするわけにはいきませんよ。というの優しい気持ちを持ってる、ロングコートダディがね、私の方に立ってくれているのかなと思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。残念でございましたね。はい。で、そろそろ向かってくるのかなと思ったりするんですけど、やっぱりあれですね。やっぱ、ロケットランチャーをね、爆走としてね、どんどんさせられてしまったらね、いくらなんでもね、いくら無敵の彼とはいえですね、やっぱり体力がちょっと持たないということかもしれないですね。あ、ちょっと普通にいたわ。普通にいたのに全然気づいてくれないということでございますんで、ああ、なんだ、こっちに登ってきてますね。はい。じゃあ、こちらもね、歓迎でね、やっぱりね、新潟県長岡の花火張りのですね、盛大に行こうと。はい、じゃあこちらの方向かっていきましょう。で、こちらの方にですね、何発かね、やっぱりあれですね、ここに初めて来たところで、シドーンっていうね、爆走というか、すごいシンクロナイズスイミングみたいな状態の形で乗っているということで、はい、こちらもやっぱシンクロナイズスイミングやってましょう。はい。すごい吹っ飛んでる。なるほど、こういう吹っ飛び方をしたからあれですね、先ほどの、彼、こちらの倉庫の、後ほどまた倉庫に行こうかなというふうに思ってるんですけども、まあ、倉庫に入ったところでですね、やっぱりトンボ宙返りをして、私、ビビり散らかしたということでございますね。はい。まあ、そういうこともあるんだなということですね。まあ、不思議と仕方がないですよね。やっぱりね、ゾンビが空を飛んでたら誰だってビビるわっていう話ですね。いつの間にレッドブル翼を授けるっていう状態になったのかっていうのが、まあ、割ったことわからないということですかね。で、こちらのアイテムを拾ったことによってですね、私、次に進むためのね、武器が揃ったけど、武器アイテム、ん、秘密道具、デレテテテテテテテーテー、あ、やばいですね、ロングコートダディがいるのでね、ちょっと慎重にしておきましょう。慎重に。さあ、こちらに近づいてくるか、それとも諦めて向こうに帰っていくか。さあ、どっちになんだ。さあ、ドゥンドゥンドゥルドゥドゥン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 ドゥ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 ン、え、あれ、今立って歩いてなかった。あれ、下か、浮いてた空中。ちょっと待ってくださいね。ロングコートダディ。あ、ロングコートダディいなくなりましたね。あれ?ちょっともうあれか?お前、空飛んでたっけ?もしかして。空を飛んでた可能性がありますね。空を飛んでたおかげで、もしかしたら私がロングコートダディと見間違えた可能性もありますね。はい。ロングコートダディ。ロングコートダディ。まだ腹痛から立ち直れない状態のようですね。あ、来た来た、ロングコートダディ。さあ、おいでおいで、ワンコダーリー。いやー、にしても立派な体格でございますね。身長以外はその体型、私も憧れてございますね。はい、嘘でございます。はい、で、こっちに行きましょう。まあ、確かに、ムッキムキになりたいなと思うんですけど、あそこまでゴリゴリになってしまったらですね、もう、もはや、あいつにた、スレー対抗するようなんですから、本当にゴリラなのかもしれないですからね。はい。ということで、とりあえず階段をカチャンと落としておいてですね、こちらを再回収しておきましょう。はい。で、こちらですね、ピキンってなるとね、なぜかですね、ラッコ星の緊急のみで、染め金が激しく劣化しているということでございますね。はい。まあ、激しく劣化している最中の中でですね、残念ながらですね、全然ね、修理する気がないということでございます。はい。で、こちらの時計に関してはですね、なぜか10時35分のままずっと止まっているという状態でございますんで、まあ、無事にですね、なんとかですね、
やっぱり時は進めてなんぼというところでございますね。皆さんね、あのバックトゥザフューチャーできないけれども、あのゴートゥザフューチャーにはできるということでございますね。ゴートゥザフューチャーするためにはやっぱりあの今あるね、あのもう今を一生懸命生きるということでございます。はい、やっぱりあの流行る未来をね、あの駆け抜けていくってことでですね、今を一生懸命生きていくことが大事ということになりますんで、皆さんその心、あのその言葉をですね、胸に刻んでですね、日々たくましく、そして元気に、そして何よりもお前が言うなっていう心をですね、あの胸にですね、あの一生懸命皆さんともに、ま、あの生きていきたらなというふうに思っております。はい、で小さな歯車、これ以上持つことができないだと、そんなバカな仕方がありません。ここで私ですね、あの合法ハーブを食べようと思います。 いいですか、あくまで合法ハーブでございますよ。あー食べちゃった、やっちまったな、くる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 、そんなつもりはなかったんですけどね。はい、ちなみにこちらの時計なんですけど、あの有名なですね、バックスザフューチャーに出てきたですね、あの電気と電気をね、あのなんかあれで、あ違うな、あの電線と電線をつなぐことによってね、電気があってね、あの140マイルじゃない、140マイル出たらやべえな、88マイル、あの日本いやキロに直すと、あの88マイルですね、あの加算加速してね、ブーンとぶっ飛ばしてね、あの未来に帰ることができる、まあ未来もしくは過去に行くことができるっていうね、あの力を生み出すためのですね、歯車ってなんてことで、時計台でございますね。はい、で時計台がね、ゴーンゴーンってなるとね、なぜかね、あの止めてあったですね、あのいろんなアイテムがね、ゴーンって、でそしてなぜかいつの間にか夜中の3時になっているってことでね、いつの間にか5時間半も時間が経っていたってことで、あれ皆さん5時間半も観光ツアーに付き合っていただいたかなっていう、ちょっと不思議な気持ちでいっぱいなんですけれども、はい、なぜかですね、あのこう動かしたことによってですね、あのベルがベン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 なってということでね、ベルがベン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 ってなってね、あのアイテムが落ちてくるということでね、もう非常に危ない仕様になっておりますんで、まあこんなところでね、あの作業をね、あの全然完遂させなかったかということで、あの作業員に関しては後ほどですね、あの爆殺したいというふうに思います。はい、でなぜこんなところに本があるのかっていうのが全くもってね、あのもう作成者に関して無秩序すぎませんということでね、あの一つね、あのご指摘を申し上げたいということでございますが、まあ私ごときご指摘を申し上げたらですね、あのちょっとね、あの CC というあの名前で始まるですね、会社の方からですね、あのマジでですね、あの消されるかもしれませんので、あの私はですね、あの C という会社が大好きでですね、この B というですね、あの、まあ、もしくはあの、R から始まるケースもあるんですけど、 R もしくは B から始まるですね、このゲームが大好きなんでございますので、はい、ぜひですね、あの許していただけたらなというふうに思います。はい、じゃじゃなかったらね、こんな風にね、あの RE2 作品と RE2、RE3、RE4 とかの作品をですね、あの何章もないように繰り返しやるなんてことはね、まずありえないですからね。はい、ということで、ここを駆け抜けていこうと思ったらロングコートダディが出てくるなんてことも十分に考えられたんですけど、ロングコートダディは出てこない、なぜなら紳士だからということでございますね。はい、ということでね、あの無事にね、アイテムを回収することができたということでございますんで、無事にアイテム回収することができたというところでございますんで、何千大切なことなどに二度言ってみましたというところですね。はい、でこの中に入っていこうとするんですが、この中に入るという中でロングコートダディはいないですね。じゃあ、まあなんかどっかあのよくわからないところですね、あのもしかしたらあのひしめき合ってるじゃないですか、こうちょっとね、あのいろいろとね、あのプル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 回っている可能性があるというところでございますんで、仕方がありませんので、一旦ですね、アイテムをやっておいてしまうと思います。はい、ということでございますんで、ちょっとお待ちくださいね。こちらのアイテムはまたあのこちらのですね、あの警察署一旦ちょっと離れるっていう予定にはなっているんですけれども、はい、まあ、そのね、あの離れた後にまた一旦ですね、あの下水道というで、ね、超超もう臭いですね、もうグエッてなるようなところをですね、あの通り抜けた後に、まあ、一旦あのこちら戻ってくるということが、観光ツアーのですね、あのちょっとガードとしての予定をしておりますので、一旦ですね、はい、あの、まあ、そんな感じでですね、進めていこうというふうに思っております。はい、でですね、私ですね、あの、こちらのパズルがですね、未だによくね、仕組みがよく分かっていないという状態でございますんで、まぁ、ちょっと適当になんとかなくやってたら、あの、うまくいくんじゃないかって、あ、なんか一個ピンってなったね。こうですかね。こう、うん、違ったね。はい、こうですね。あ、行きましたね。はい。なんか、いつの間にかのパッパッパッパってできちゃったんで、で、この中に入ってしまうと、あの、次のですね、あの、ちょっと観光ツアーの、あの、ツアーガイドさんがですね、あの、19歳の女子大生から12歳の小学生に変わってしまうということでございますので、一旦ここでですね、私ですね、あの、ちょっと皆さんの休憩も兼ねてですね、セーブして終了させていただきたいというふうに思います。ということで、今回の観光ツアーガイドいかがだったでしょうか。最後までお楽しみいただいてありがとうございます。ロングコートダディもね、出てきてくれたということでございますね。ますます盛り上がってきたこの観光ツアー。明日もお見逃しなく。そして、こちらの観光ツアーなんですけれども、参加料一切無料でございます。ただし、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただくっていうことがちょっと条件になるのだけご注意いただけたら幸いでございます。てか、むしろ、もしも私の心からの願いでございます。ということで、本日の動画、観光ツアー以上とさせていただきます。また次回、観光ツアーでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、発車。